1999年の中日ドラゴンズでは、1999年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは、2回目の星の戦日、監督体制の4年目のシーズンであり、1988年以来11年ぶり5回目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。ドラフトで、福留光介、岩瀬人則、FA で武田和弘と、 強力な新戦力を得て迎えた。このシーズンは、キャンプ時点からドラゴンズを優勝に押す声が多く、聞かれるなど、再開予想が多数を占めた前年とは、打って変わって、下馬評も上々だった。4月は、開幕11連勝の効果もあって16勝6敗と、開幕ダッシュに成功。5月に入ると、投打の歯車が狂い始め、一勝にハイペースで、負けが込み6月は、 団子状態となり一時は、阪神に主位に譲るも7月以降は再び、独走状態となる。7月は8連勝もあって14勝5敗と大きく、勝ち越し、8月は、阪神戦5連勝、巨人戦3かでもあって13勝10敗と勝ち越して、8月25日には、優勝マジックが点灯。優勝秒読みの声が出たものの、マジック点灯後は、 一進一退が続き9月14日からの巨人、3連戦を迎えるが9月14日、15日の試合を0対5、3対10で敗戦。開幕以来座り続けた周囲から陥落の危機を迎えるが、9月16日の巨人戦に先発、山本正がタイムリー、さらにルーキー岩瀬の2点タイムリーもあって6対2で勝ち、マジック再転倒。 9月26日の阪神戦では、守護神戦同列が終盤につかまり2対4とリードされるが、山崎武氏が戦の救援失敗を帳消しにする逆転さよなら3、ラン。最後は9月30日のヤクルト戦に5対4で、勝利し11年ぶりのリーグ優勝を果たした。投手陣ではシーズン MVP を獲得した野口茂劇やルーキーながら惜しくも、 新人王を逃した者の,の最優秀な担ぎを獲得した岩瀬の活躍が光った。しかし日本シリーズは中日有利の声が囁ささかれるも、大貞治監督率いる大英相手に1勝4敗で敗退。打線を引っ張った山崎の故障欠場や関川光一、福留、井上和樹、野口の不調がシリーズの結果に直結した。ありがとうございます。